2017-18 シーズンの V プレミアリーグ男子、大阪市中央体育館は今日の第2試合を迎えています。8シーズンぶりの優勝を遂げた東レアローズ、堺ブレイザーズの対戦を迎えています。まあ、MVP のジョルジェフ・ニコラを退団、契約を解除してこのギャビン・シュミットを迎えました。一方の堺はこの高野が活躍、まあ、打数30というのはウォレスに次いで多い数字でした。サーブは伏見、山口から高野へ、あこれもいいサーブ、高野崩した、山口上げる、その高野ブロックだ、これもブロックポイント、大和高野、なんだ山口、今度ウォレスブロック、星野、高野抜ける、山口速攻、松本、そして鈴木裕司、決まった、山口からウォレス、堺ブレイザーズセットポイントです。ウォレス、あー決めた、ノータッチ第1セットを取りました。ご覧のように31対29、松本合わない、渡辺俊介、アンダーも米山フェイントブロック、鈴木裕司が上げてギャビン、決まった、これはギャビンです。かなり変化した、このトスをギャビン、ブロックだ、渡辺俊介連続していい形、セッター藤井のサーブです。東レ一時期振ったできた、渡辺俊介からギャビン・シュミット、セットポイントが東レに来ました。伏見、まだ決められません、帰ってくる、さあ鈴木裕司、藤井、伏見、ウォレス、今富、渡辺俊介、藤井はまた伏見、これをウォレスがブロック、25対22で第2セットは東レが取りました。さあ第4セットに向かいます。ブレイクに成功しています堺ブレイザーズ、ギャビン、松本、こちら早い美白、さあ李博のサービスエース、ギャビン、バックゾーンに下がったギャビンのサーブ、山口、ウォレス、鈴木裕司が受けている、ギャビン・シュミット、入った、渡辺俊介、藤井、そして米山、これをチャンスは速攻を富松、マッチポイントが来ました。おっと、しかしアウトで試合は東レ、セットカウント3対1、Really good. I'm happy with the team. We started really poor and we had a lot of good spirit and came together and fought and were able to win. So that's very good.
はい、皆さん応援ありがとうございます。最初ちょっと微妙だったんですけど、チームとして頑張って根性出して勝ちました。アルズ選手として初めて勝ったので気持ちいいです。皆さん応援ありがとうございます。